静岡鉄道では1型で、Y1 静岡電気鉄道で重軽電車は、静岡鉄道の前身である、静岡電気鉄道が製造した、有害電動化車である。1926年に、名古屋の日本車両製造本店にて、で10で12の3両が製造された。静岡電気鉄道では、従来、1921年10月に、 日本車両製造本店で製造されたデ3、デ5、およびデ6と称する3両の有害電動貨車が在籍していた。貨物輸送需要の増加に対応して、本形式竣工の前年にあたる1925年には、有害貨車と無害貨車を各5両ずつ日本車両製造本店で新造しており、またデ3とデ5が秋葉線へ転出となったことから、 本形式が装備された。全長 7722mm、全幅 1917mm、全高 3747mm と小柄な車体で浅いシングルルーフ構成の屋根とはめ板張りの側板を組み合わせた設計当時としては一般的な構造の木造有害貨物室の前後に側面に扉のないデッキを設け、 ここに3面をーレ構成のガラス窓付き妻板を取り付けている。これは設計当時の路面電車用電動化車の典型的な構造を踏襲した設計で、先行する瞬間電気で3型とは、連結器バッファー周辺の寸法を除きほぼ同型である。申請当時の伝送品は、当時の瞬間電気で標準的に採用されていた、ウェスティングハウスエレクトリック車製の直接制御機と、 直流直巻規粒子電動機をそれぞれ2機搭載していた。台車はアメリカの j g ブリル社の大ヒット製品であるブリル 21E2 軸端台車を日本車両製造がほぼそのまま無断でデッドコピーして製造した S 型台車を申請して装着しており、軸距は 2591mm とこの種の短台車としては長い。終電装置はトロリーポール。 静岡市内線は単線架空式で、静岡清水線は複線架空式の併用であったため電路開閉機を装備、連結機は、貨車と同じ連管ら線連結機である。本形式は、新蔵から静岡電気鉄道の静岡鉄道への統合を経て、静岡清水線の貨物営業廃止まで、電気機関車を最後まで導入しなかった道線において、機関車の代用として徴用され、 1950年に終電装置をパンタグラフに交換している。また、その間に老朽化した機器が、静岡清水線旅客電車や軌道線電車の余剰品に交換され、主電動機は、東洋電気製造 TDK-31SA2 機に、制御機は路面電車用の KR-8 直接制御機に交換されている。なお、ブレーキは、 手ブレーキと直通ブレーキを搭載し、貨車との間に貫通ブレーキは搭載していない。本形式のうち、デジューデワイチは、貨物営業の廃止後も工事用に残され、長沼車庫の一偶で待機する状態が長く続いた。同車は1982年に除籍されたがその、歴史的価値を認められ、その後も長沼工場にて保存されている。ありがとうございます。